弘法大師、基本的には日本の、弘法大師なり、比叡山で言ったら慈覚大師とか智勝大師っていう方にたどり着くんですけど、真言宗っていうのは、もともと正すと、中国、インドが発祥の地なんですね。特にインドが発祥の地。で、実はそのお釈迦様が残されたお経典を事細かにずっと全部を何何十何回って言ったかな、十何回も読まれた中国の天台大師って方がですね、そのお釈迦様のお経典は、このお経典はいつ頃説かれて、どういう内容かっていうのをこう大きくまとめていらっしゃったんです。で、その中で真言宗っていうのは、実はね、お釈迦様が、お釈迦様のこう一生のご一生のごけ、あのご説法をずっと研究していくと、法華経を本当は解きたかったんだと。法華経を、本当言うと法華経だけを解きたかったんだけど、そのあまりにも難しすぎちゃって、内容がもう仏の悟りですから、その悟りはどうしてもすぐには我々下のもの凡夫にはなかなか理解できないので、いろいろ例え話を使ったり、おとぎ話を話してみたり、いろんなことをして僕らのそのかんレベルを上げてったんですね。そして最後にいよいよみんな仏の悟りが理解できるような状況になってきた。その時が72歳ぐらいの時だと言われてるんです。で、その72の時に初めてこれから本当の真実、法華経を解くから、今まで説いてきたお経典の考え方を一通り全部一回捨てなさいって言ったんですよ。その捨てろって言われた当時のお弟子さんたちは、ほとんどの人が、わかりましたっつって言うことを聞いたわけです。ところが、その時代が下ってきますね。お釈迦様が亡くなって、そして50年たち、100年たち、500年たちとしてくると、その時お釈迦様が説いたお経典全部がいろいろ訳されて、そして書物になり、経典になり、そのずっと流れ出していったわけですよ。インドのお釈迦様の住んでた場所からね。ところが、ここが残念なことに、お釈迦様は法華経だけを説きたかったし、法華経だけを伝えたかったんだけど、その時代の流れの中で、もう今まで説いた教えは捨てなさいよって言ったお経典もどん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 流れてっちゃうわけですよ。インドから中国に向かい、中国から韓国を経由し、日本に流れてきたんですね。で、その流れの中で、要はもう捨てなさいよって言われてるお経典まで、みんな中ありがたいお経だお経だっつって、仏教仏教っつって、それぞれがその宗派を立ててっちゃったわけですよ。で、インドで、言ってみればお釈迦様を中心としてこう大きな川がブワーって流れてったような感じですね。そうすると、その中には真実の教えももちろん流れてたんだけど、そうでない、お釈迦様がもう方便として説いたんだから、そういう例え話やいろんなそのおとぎ話みたいな話のお経典はやめなさいよって言ってるものまで一緒にわーっと流れてっちゃって、で、後々インドに出てきたお坊さんとか、それから中国に出てきたお坊さんとかがね、自分の目の前に流れてきたとこのお経典だけをすくい取って、で、宗派を立てていくわけですよ。その中にはもちろん禅宗もあります。ダルマ大師って人が始めた禅宗もありますし、それから南無阿弥陀仏、日本で言ったら法然上人が始めたね、元を正せば中国の方が始めたんだけど、そういう南無阿弥陀仏を唱えればいいんじゃないかって言ってる人たちもいるし、いやいやいや、壁に向かってずっと座禅組めばいいんだよって言ってる人もいるし、で、その中に出てきたのが、インドに、あるお坊さんたちが自分の目の前に流れてきたそのお経典だけ拾い取って、いや、大日如来を信じればいいんじゃないかっていうのが、これが真言宗なんですね。
で、大きな目から見るとですよ。大きな目から見ると、本当言うと、お釈迦様の本当に我々に伝えたかった。そして我々が成仏できる。そしてご先祖様が成仏できる。それから、その修行をすれば、実際生活の上に、健康の問題や、お金の問題や、人間関係や、それから自分の性格ね、いろんなものが本当に円満になっていきますよと。具体的に本当に変わっていけるんですよ。そして死んだ後は自分もちゃんと成仏の顔で死ねて、そうして成仏という世界に、仏の世界に行けるんですよって言ってる、その教えではない教えが、それが実は今日本にある大所で言うと念仏宗であり、それから禅宗であり、それから真言宗なんです。つまりお釈迦様が本当に今から2500年前に本当に我々に伝えようとしたところはもう度外視しちゃって、その法華経はもう関係ないよって言っちゃって、そのそれぞれのお坊さんたちが「いやいやいや大日如来だ、真言でやればいいんだ、いやいや禅宗やればいいんだ、南無阿弥陀仏やればいいんだ」っつって、みんな中が勝手にお釈迦様の本意じゃないことを、この勝手に仏教内で宗派をいっぱい立ててっちゃったっていう、ざっくり言うとこういう流れがあるんです。なので我々が本当にその先祖が供養できる、本当に先祖が喜んでいただけるお経は法華経しかないんですね。でも真言宗では法華経を否定してますから、むしろ大日経とか、それから金剛杵経とか、祖師事教っていう、まあ、この三つを大事に考えてるんだけど、およそお釈迦様が伝えようとした流れとは、まあ、真反対なことを伝えちゃって、そしてもう歴史的にはもう長いですからね。弘法大師だけだってもう1200年ぐらいの歴史がありますから、それでみんな、ありがたいこっちゃ、ありがたいこっちゃと。んで、まあ、歴史があるもんだから、悪いもんだとも思わないし、まあ、続けてるっていうのが、一応檀家を守ってるっていうのが今の状況なんですね。で、